一号型小海艇は海上自衛隊が運用していた小海艇の艦級。1958年にアメリカ海軍の45フィート型小海艇15隻の供与を受けたものであり、1970年代まで運用されていた。第二次世界大戦中、アメリカ合衆国では飛行機の喪失に備えて45フィート型球難艇を開発した。 しかし航空機の行動範囲の拡大に伴って、急難艇はより大型、高性能化したことから、この設計は、港湾警備用の小海底に転用され、対戦中に450隻以上が建造されることとなった。船形は、ハードチャイン型、船室は木材であり、外反はダブルダイアゴナール張りとされた。キャビンは、セパレートされ、船首側に操舵室を、 戦備側には、これとほぼ独立した、看板室を設けていた。その間の低中央部のスペースは、露天の指揮所であり、機銃座もここに設けられた。主機関としては、ゼネラルモーターズ社製の2サイクル6機等、高速ディーゼルエンジンである 64HN9 型が搭載されたが、自己逆転機構を備えていないことから、逆転減速機を介して推進機を駆動する、方式とされた。 なお本機は LCVP などの上陸用集停で広く採用されたグレーマリンディーゼルの同系機にあたるものであった。対応当初は16ノットの速力を発揮できたが、木材の吸水による重量増と指揮官の経年劣化による出力低下のために除石直前の頃には10ノット前後がせいぜいとなっていた。武装としては、 上記の基銃座に 12.7mm 連装基銃、または 20mm 単装基重1機を、またその両限に、各2個ずつの爆雷を搭載していた。海上自衛隊では、MSA 協定に基づいて1958年に、アメリカ海軍より15隻の供与を受けて、1号型多海底として、運用を開始した。当初は、横須賀で引き渡された7隻をもって、 横須賀地方大霊下に第一公安小解体を佐世保で引き渡された8席をもって佐世保地方大霊下に第二公安小解体を編成していたその後1963年6月15日をもって4分割されることとなり第一公安小解体から大阪基地帯に3席を転出させて第二公安小解体を旧第二公安小解体から マイズ地方隊に4席を転出させて、第4港湾紹介隊を編成し、佐世保の旧第2港湾紹介隊は、第3港湾紹介隊と解消された。紹介任務の他に交通連絡用にも用いられ、また1964年の東京オリンピックでは、江ノ島沖で行われたセーリング競技の大会支援に、あたる海上支援任務群において、15席前提が、 競技運営人務隊として招集され、昭和39年台風第20号襲来の中、不評の設置やコースの誘導、事故時の救難などに当たった。1965年8月13日、これらの艇は太陽から強陽に切り替えられた。しかし元来が対戦中の建造であり、老朽化も進んでいたことから、1971年より、 国産の19号が多少海底と交代する形で、順次に退役を開始し、1973年までに運用を終了した。ありがとうございます。